東京や名古屋、京都と違い、大阪は新幹線の駅が町から離れた場所にあります。よくネットやメディアでは、大阪駅のある梅田には新幹線のホームを作る場所がなかったからだと言われていますが、この説、実は間違っているんです。東海道新幹線の工事記録をまとめた本、東海道新幹線工事史には、国鉄は大阪駅に新幹線のホームを作ることも考えていて、むしろ大阪市や大阪府が新幹線のホームを大阪駅に作らないで、と国鉄に強くお願いをしていたと書いています。今回はそんな新大阪駅ができた理由について解説しようと思います。本動画はこのような構成でお送りします。なお、この動画とチャンネルは正確な言葉より分かりやすさを優先して作っています。また背景は東海道新幹線です。弾丸列車計画、世界初の高速鉄道として誕生した東海道新幹線。最高時速200キロ超えの電車なんて世界のどこにも存在しないのに、たったの5年で完成させたのは、戦前に計画されていた高速鉄道計画、弾丸列車構想を活用したからだと言われています。弾丸列車構想とは、東京を起点に大阪を経由して下関まで高速列車専用の線路を作り、ゆくゆくは対馬海峡を越えて朝鮮半島を縦断、ソウルや平壌を経由して満州の首都新疆や中国の北京まで世界最速の特急列車を走らせようというものでした。列車の最高速度は時速200キロ、大阪まで4時間半、下関までは9時間で結ぼうとし、政府はものすごい勢いで弾丸列車計画を進めていきました。現在の東海道新幹線となった東京大阪間はなんと計画の 24% も土地の買取が終わり、山陽新幹線となった大阪下関間も 17% が買取を終えたんです。そして静岡県と滋賀県、京都府ではトンネルの工事も始まりました。現在の新丹那トンネル、新大阪山トンネル、東山トンネルです。さらに途中駅で最大のターミナルとなる大阪駅の工事も始まりました。その場所とは東淀川駅です。実は東淀川駅、新大阪駅と同じように新幹線の乗り換え駅として戦前に作られた駅なんです。政府は東淀川駅に8番線まである大きなターミナルを作るつもりで土地の買取交渉を進めていきました。しかし、ここで計画は止まってしまいます。戦争が激しくなりすぎて弾丸列車を作る余裕がなくなったからです。大阪側のターミナル、一度は消えてしまった弾丸列車計画ですが、世界最大級の V 字回復、高度経済成長で東海道線のお客さんは激増します。十数年でお客さんが3倍にも増えたんです。このまま増え続けるとお客さんをさばききれなくなる。だから線路を2倍に増やすけど、せっかく作るなら世界最高の鉄道にしようと、戦前の弾丸列車計画を叩き台に、東海道新幹線を作ることが決まりました。しかし、ここで問題となったのが、名古屋から大阪の間でした。実は弾丸列車計画、名古屋から西、特に名阪間は、どこに線路を通すか、どこに駅を作るかがあまり決まっていなかったのです。ルートが決まっていないということは、土地の買取もできていません。名古屋から京都の間は関ヶ原を通すか鈴鹿山脈を横断するか、京都駅はどこに作るかなど、東海道新幹線のルートはいろいろと揉めていきますが、新幹線の終点、つまり大阪駅をどこに作るかも国鉄は悩みました。社会にものすごく影響のある鉄道計画なので、戦前の計画通り新大阪駅を東淀川に作るわけにはいかないからです。そこで国鉄は5つの案を考えました。まず一つ目が、大阪駅の北側、現在ルクアなどがある場所に新幹線ホームを作る案です。メリットは関西の方、鉄道に詳しい方には説明するまでもありませんが、ものすごく便利だということです。東京で例えると、新宿駅か東京駅に新幹線のターミナルを作るようなものです。大阪駅だと在来線や御堂筋線だけじゃなくて、四ツ橋線、谷町線、阪急電車、阪神電車など、いろんな地下鉄、私鉄に乗り換えられますし、幹線道路だって梅田に集まっているため、車でのアクセスもしやすいです。さらに大阪の北の繁華街、梅田のど真ん中に新幹線が到着するため、大阪経済は盛り上がります。
このように大阪駅案はいいとこだらけですが、デメリットも大きいものでした。大阪駅は繁華街のど真ん中にあるので、そもそも土地に余裕がありません。国鉄は在来線のホームを減らして、たくさんのお金と時間をかければ土地を用意できると考えましたが、限界があります。頑張って土地を買って在来線を整理しても、新大阪駅のように8本の新幹線が同時に止まれるだけの場所は作れません。そのため隣の京都駅に予備のホームを作って大阪駅のサポートをさせる必要がありました。つまり現在の東京駅、東北、上越新幹線のように大阪駅は少ないホームに限界ギリギリまで新幹線が発着し、足りない分は隣の京都駅で捌く必要があったんです。もちろん御堂筋といった幹線道路も新幹線が止まることでさらに混雑します。ただこの時国鉄は大阪駅には新幹線を止める土地がないとは一言も言っていないんです。大阪駅に作るのが一番いいけど、作るのに時間とお金がめちゃくちゃかかるよと言っただけでした。次が戦前の計画をそのまま引き継いだ東淀川案です。東淀川駅から北に200メートル離れた場所に新幹線の駅を作って、東海道線の東淀川駅と通路でつなぐ。新大阪駅と同じように御堂筋線を新幹線ホームの西隣に止めて、九州中国地方からの列車は東淀川駅まで延長。戦前に在来線の東淀川駅は開業している上に、駅の周辺3万平米は買収済み。ここにターミナル駅を作れば大阪の副都心も作れる。こういった考えと理由から東淀川案が浮かびました。場所も現在の新大阪駅とあまり変わらず、条件はほぼ同じです。デメリットは東海道線と御堂筋線へは乗り換えがしやすいけど、それ以外の在来線や私鉄へは2回も乗り換えしないといけない。建設用地は3万平米では全く足りない上に、駅の周りは住宅街です。そのため大阪駅案と同じくらい土地の買い取り交渉が大変になるのが目に見えていました。ちなみに現在、西淡路から東三国の間には広い道路があると思いますが、ここら辺に新幹線の線路と駅を作るつもりだったようです。宮原総社長案、大阪駅案はメリットも大きいけど、デメリットも同じくらい大きい。東淀川案はそもそも微妙。なら東淀川駅よりも大阪駅に近くて、国鉄の広い土地がある。さらに土地の買い取り交渉もしやすいところに新幹線の駅を作ったらどうかと国鉄は考えました。そしてそんな都合のいい場所があります。淀川区にある JR の車庫、昔の宮原総社場です。大阪駅、梅田駅からも1駅2駅で行けるほどすぐ近くにある国鉄の車庫。現在は周りが住宅街となっていますが、1950年代は畑も多く民家も少ない場所でした。そこで国鉄は3つ目の案として宮原総社場案を提案したのです。ただ宮原総社場は国鉄にとってもものすごく使いやすい車庫なんです。京都、神戸はもちろんのこと、大阪駅へはどの方向からでも列車を送り込める宮原総社場。新幹線のターミナル候補地としては最適だけど、車庫を潰すのは国鉄自身が困ってしまうと別の候補も考えられました。デルタ線案、一言で言うと今の新大阪駅です。新幹線の駅を作るのにとても都合がいいけど、国鉄自身が困ってしまう宮原総社場案に代わって考えられたのが、車庫の端っこ、ちょうど線路が三角形デルタ線になっている場所に新幹線の駅を作ろうというものでした。 Google マップの航空写真をよく見ると、現在も新大阪駅の周りには在来線が三角の形に通っていると思います。このデルタ線案だと宮原総社場を壊すのは一部で済みますし、デルタ線の中は土地の買い取りがしやすいため大きな駅前広場が作れます。デメリットは東淀川案と同じで、東海道線と御堂筋線以外乗り換えがめんどくさい。駅前は何もなく、大阪の市街地に出るにはもう一回電車に乗らないといけない点でした。最後がグランフロント大阪など再開発で注目されている旧梅田貨物駅案です。ご存知の方も多いとは思いますが、もともと JR 大阪駅の北側は巨大な貨物駅が広がっていました。その貨物駅の端っこ、
現在グランフロント大阪が建っている場所に新幹線のターミナルを作ろうと考えたのです。駅の形は東端式、つまり阪急梅田駅や南海難波駅のように線路が行き止まりとなっているターミナルの風格がある駅とされました。メリットは大阪駅案と同じな上に土地の買取交渉もいらないという優れものですが、欠点も一番大きい案でした。まず山陽新幹線を作った場合、大阪駅で毎回スイッチバックをしないといけないんです。当然座席の向きも変わります。1分でも早く目的地に到着し、高いお金を払って快適に乗ってもらう高速鉄道としてはありえない構造です。そして東端式は駅の入り口で線路が錯綜します。つまり電車が詰まりやすいんです。コロナが広がる前は16両編成の電車を4分に1本走らせてもお客さんをさばききれない、多い時はほぼ3分おきに走らせてやっとなんとかなるほど凄まじい需要がある東海道新幹線、どう考えても東端式ホームではさばけません。しかも大阪には山陽新幹線の電車も数分おきにやってきますし、回送列車だってたくさん走ります。作る前からパンクするのが分かりきっていました。東淀川を提案した大阪、それぞれいい点悪い点がある新幹線の候補地、特にターミナル駅をどこに置くかはものすごく注目されます。そこで国鉄は地元の大阪府、大阪市、そして大阪商工会議所が参加する経済振興連絡協議会に東海道新幹線の駅はどこに置いたらいいか意見を求めました。そして返ってきた意見は私たちの予想と全く違う。新幹線は大阪駅に来なくていいです。東淀川の近くに新幹線のターミナルを作ってくださいというものでした。普通都道府県や市は地元のことを第一に考えて、何とかして中心部に新幹線の駅を作ってくれというはずです。しかし大阪の協議会は絶対多数、つまりメンバーのほぼ全員が東淀川駅かその周辺に新大阪駅を作ってくれと言ったんです。なぜ彼らは一番便利な大阪駅案を却下したのか。それは大阪市民、大阪府民の利便性も大事だけど、新幹線は日本全体にとって超重要なインフラ施設だ。社会問題、都市計画、経済効果などを広い視野で考えないといけない。それらを考慮して話し合った結果が、東淀川駅周辺に新幹線の駅を作ることだったのです。もちろん彼らは歴史ある大都市のプライドだけで東淀川を提案したのではありません。再開発というのがどれだけ大変か国鉄以上に分かっていたからです。彼らは B4 1ページにわたってなぜ大阪駅じゃなくて東淀川がいいのか大きく2つの理由を挙げながら詳しく説明していました。まず1つ目が梅田の深刻な渋滞です。1960年前後の梅田は深刻な渋滞で悩まされていました。何もしなくても車の数がどんどん増えていた戦後の日本、そんな状況なのに梅田にたくさんの人が集まる新幹線の駅を作っちゃうと御堂筋などの道路は完全に麻痺してしまう恐れがありました。またこれからの自動車社会を見据えて新幹線の駅前には大きな駐車場を作った方がいい、それには土地に余裕のある東淀川が適していると彼らは判断したのです。二つ目の理由が繁華街の用地買収は大変だということです。土地の利権問題が複雑な大阪市、協議会は市内の再開発、土地の買取交渉がものすごく大変なことを理解していました。もし大阪駅にこだわり続けた場合、お金がかかるだけじゃなくて地主との話し合いも長くなり、やがて計画全体の足を引っ張ってしまう、最悪駅を作ることすらできないと協議会は考えていたのです。大急ぎで作っている東海道新幹線の開業に間に合わせるには少しでもリスクを減らした方がいい、リスクが少なくてできるだけメリットが大きいのが東淀川周辺だと協議会は判断しました。この他にも東淀川駅の近くなら当時計画していた都市計画との調整がうまくいく、新幹線や在来線の車庫の位置から見ても東淀川がベスト、将来山陽新幹線を作った時電車が走りやすい、新大阪駅を中心に副都心が作れるかもしれないといろいろなメリットを挙げていました。地元の圧倒的多数による東淀川案を受けて国鉄はもう一度一番いい場所を考えます。
そうして決まった場所が東淀川の近くにある宮原操車場のデルタ線、つまり今の場所でした。なぜ大阪は新幹線の駅が郊外にあるのか、その理由を紹介しましたが、いかがだったでしょうか。比べようがないので、新大阪を要望した大阪の判断が正しかったかどうかは分かりません。ただ戦国時代から日本トップクラスの経済都市として発展し、常に最先端の都市計画を自力で作り上げ、広い視点で新幹線の駅を判断した大阪の姿勢は、私たちの参考になると思います。何かの奇跡でこの動画にたどり着いた方、高評価、チャンネル登録なんかをしてくれると嬉しいです。余談ですが、東海道新幹線工事誌には新大阪駅の構想図が載っており、そこには幻となった阪急京都線の新大阪駅が書かれています。京都線の急行線が建設されていたら、立派な高架駅が2つ並ぶ壮大なターミナルになっていたことでしょう。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。